はいどうもナインです。今回もラジオ形式でやっていこうと思います。よろしくお願いします。今回のテーマ、誰が最強？視聴者アンケート。はい、5択で全員が 20% になるように考えました。合計4157票が集まりました。皆さん本当にありがとうございます。この選択肢はですね、サムネにもあるように、精密機器になった藤波慎太郎、対右にも強くなった高梨雄平、能力そのままサブマリンビエイラ、絶対に味方が初回に3点を取る佐々木朗希、絶対に怪我をしない伊藤智人の5択でアンケートを取りました。今回の結果、精密機器になった藤波慎太郎が 52%、 対右にも強くなった高梨雄平が 2%、 能力そのままサブマリンビエイラが 5%、絶対に味方が初回に3点を取る佐々木朗希が 21%、 絶対に怪我をしない伊藤智人が 20% になりました。はい、藤波投手のね、票がかなり集まってしまいましたね。個人的にはね、対右にも強くなった高梨雄平選手とかがね、結構少ないなって思いましたね。サブマリンビエイラもですね、もうちょっと票集まっていいんじゃないかなって思いましたね。で、20% と 20% のね、佐々木朗希投手と伊藤智人さんがね、結構いい感じだったので、はい、今回は藤波投手が強かったのかなって思いますね。で、私がですね、投票するんだったらやっぱり藤波投手ですかね。やっぱり制球以外でですね、大きな弱点がないんですよ。まあ、球速も速いし、スタミナもあるし、変化球は切れてるし、で、制球がね、良かったら先発でね、20勝もあり得るんじゃないかなって思いますね。高卒でね、3年4年ぐらいでものすごい勝ってたので、はい、あの時はね、今というか、まあ、近年に比べればかなり制球もまだ安定してたので、あの時の藤波投手のね、復活、あの時のような活躍にね、期待したいと思います。はい、視聴者さんからのコメントです。登録者1人につき1勝する藤波慎太郎さんからの意見です。ありがとうございます。僕がコントロール良かったらどうなるんでしょうかっていうコメントですね。そうですね、先ほども述べた通りですね、20勝もあり得るんじゃないでしょうか。はい、YOASOBIさんのコメントです。私おじさんなんですけど、少年野球をやってた頃、打席に立って伊藤智人投手の球を見て、さらに球場であのスライダーを何度も見せられ、体感したからこそ言える、あれは打てない。すごいですね。伊藤智人さんの球を実際に打席に入ってみたんですね。すごいなんか貴重な経験ですね。なんで立てたんですかね。野球教室かな。すごいですね。やっぱり生で見るとですね、うん、わかるんでしょうね。ちょっとね、私年齢的に伊藤智人投手の現役時代をね、生で見てないのでやっぱりわかんないんですけど、映像とかで見る限りもやっぱりね、スライダーすごかったですよね。やっぱり怪我に泣いたって感じですよね。フルで働いたらどんぐらい活躍するのかな。でも伊藤投手ね、怪我に泣いたって単年で消えたみたいな感じでイメージされる方も多いと思うんですけど、全然そんなことなくて、中継ぎでもね、怪我した後結構投げてたんですよ。まあ、その時も私はですね、まだ生まれてなかったので、はい、伊藤投手のね、活躍見てみたかったですね。怪我しない伊藤智人の投手はもっとすごかったので、その世界戦もね、生きてた方も、当時生きてた方もね、見てみたかったのではないでしょうか。はい、続いてのコメントです。アレックス・カブレラさんのコメントです。ビエイラ、ただの狂気で草。はい、そうですね、サブマリンから166キロですね、最速、誰も打てないんじゃないかなって思ったんですよ。はい、能力そのままなので166キロでアンダースローで投げてくるので、結構票集まるかなって思ったんですけど、やっぱりビエイラ投手はね、制球が結構良くないので、で、しかも今ね、ビエイラ投手2022年現在、ビエイラ投手結構調子悪くてですね、やっぱりカウントを取ることが難しい状態になってるんですね。去年はですね、結構良かったんですけど、まあ、今の調子がかなり悪いので、うん、その印象が強くてビエイラ投手に票が集まらなかったのかなって思いますね。昨年の後半このアンケートを取ってたら、また結果が変わってきたのではないでしょうか。 20% ぐらいはね、集まってたんじゃないかなって思います。
はい、続いてのコメントです。ババ信春さんですね。最強は藤浪だけど見たいのはサブマリンのビエ。そうですね、ビエラ投手はあの豪快なオーバースローのフォームがあるので、サブマリンで投げてるって想像できないですよね。サブマリンってなんか体が柔らかい感じの、ね、日本人がね投げるイメージなので、やっぱ外国人でねアンダースローで投げるピッチャーって今まで日本にいたのかな、いても相当昔になりそうですね。やっぱ外国人投手が、速球派のね外国人投手がアンダースローで投げるのは想像できないので面白いかもしれないですね。はい、続いてのコメントです。おおおおおさんですね。はい、藤浪は完璧なコントロールよりも荒れ球の方が強そうとありますね。そうですね、これ落合博満さんがですね言ってたことなんですけど、荒れ球を武器にしろって言ってたんですよ。逆に制球が荒れてる方がバッターはね当たるかもしれないっていう恐怖があるので、ね、あの外に逃げるボールとかが結構近めのね球を見せられた後に外に逃げていくボールだと、藤浪投手だとね余計になんていうんですかね当たるかもしれないっていう恐怖があるので打ちづらいかもしれないですね。球も速いですし、という制球が良くなくても強いんじゃないかという意見ですね。はい、その他に強いかもしれないっていうね、意見を出している方もいました。ギャンブルドッグさん、ありがとうございます。絶対に故障しない中里敦史というコメントですね。これ中里敦史さんはそこまでね知る人ぞ知る選手じゃないですかね。まっすぐがねとにかくすごかったっていうのも聞いたことがありますね。はい、現役時代はですね私生まれてすぐだったので、はい、全盛期のあの確か中里さんも怪我したんだったっけな、階段で怪我をしたかって聞いたことありますね。中日の OB の方がおっしゃってた気がします。中里投手ね本当に怪我しなかったらまっすぐで、それこそ藤川投手みたいなねあのまっすぐだけで抑える完璧なクローザーになれたかもしれないんですけどね、本当に怪我に泣いた投手ですよね。中里投手って検索したらいっぱい、すごいストレートの動画が出てくると思います。はい、そして今回のですねアンケートで最もいいねを稼いだ最多いいねですね、23いいねが集まりました。黒田のりおさん、8回に失点しないカープ。はい、最後までありがとうございました。このチャンネルはカープに関する動画を投稿しておりますので、カープファンの方は特にチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。